グラフとネットワークの4回目の授業を始めていきます。今日はマッチング数理という題名がついてます。それでですね、第0回目に紹介した、これ概要ですね、もう一回今日出してますけども、ですね、この主題として、グラフとネットワークを用いた数理モデル化というのと、アルゴリズム的解放にある、の背後にある数理ということを、扱うんだっていうふうに言ったんですけども、それが、今日の目的になってきます。今日はですね、この中は特にこの下の方ですね、アルゴリズム的解放の背後にある数理って話をして、で、次回、このマッチングという概念を用いて数理モデル化というのをやっていくということになります。でですね、特に今日はこの達成目標のこの3番ですね、アルゴリズム的解放の背後になる数理、特に最小最大定理の重要性を説明でき、それを用いて最適性の証明ができるっていう部分が一つの目標になります。で、これをしっかりと理解してほしいということになります。はい。で、今日がこのマッチング数理の方を、扱うんですけども、次回がこのマッチングのモデル化ですね、を扱うという形になりますので、マッチングを使ってどういう問題が解決できるのかということは次回やっていきます。その例を次回やります。で、今日はその数理の方なんですけども、まずマッチングっていうものが何なのかということを理解してほしいということと、マッチングに関わる用語で最大マッチングっていうのと極大マッチングっていうのがあるんですけども、この2つはですね、明確に異なる概念です。で、それをちゃんと理解するということになります。で、この最大マッチングっていうのが最終的に我々考えたいものなんですけども、この最大っていうのがポイントなんですね。で、一番大きなマッチングなんですけども、その一番大きなものをどのように見つけるのかっていうところに、その最適化っていう考え方が出てくるわけです。で、それをどのように見つけるのかっていうアルゴリズムを話すわけではないんですけども、そのアルゴリズムを考えるときの背後にある数理っていうのをご紹介します。アルゴリズム自体を今日話しするわけではないですし、この講義で扱うわけでもないです。はい。では、まずマッチングっていうのは何なのかということを紹介していきます。今日扱うグラフは全部無効グラフになります。ね。だから G イコール V とか言ったら、V の方が頂点集合で、E の方が辺集合ということになるわけです。で、このマッチング、G のマッチングっていう言い方をしますけども、G のマッチングっていうのは何なのかっていうと、まずそれは辺部分集合です。だから辺をいくつか取ってきたものです。で、それを今 M というふうに言ってるんですけども、どういうものかというと、M のどの2辺も同じ頂点に接続しないものです。これがマッチングです。これ定理ですね。で、下に例があります。今、このグラフが G であるというふうに思ってもらって、この青い辺が3つあるんですけども、この3つの辺からなる集合っていうのを考えます。これですね。ここに書いてますんですか。この波括弧で書いてる記号が、これは集合なわけですけども、これは V1、V2 っていう集合で、それがこの V1 と V2 に結んでる辺を表してるっていう書き方をするんでした。ですね。で、それの集合です。V1、V2、V4、V7、V6、V8 という辺の集合ですね。この波括弧でこれ集合を表す。ね。で、この3つの辺からなる集合は、これは上に書いてある M のどの2辺も同じ頂点に接続しないという条件を満たしているので、このグラフのマッチングです。でですね、マッチングかどうかってことを見るためには、マッチングでないものを見た方がわかりやすいんで、その右の方を見てみましょう。右の方では、V1、V3、V2、V5、V2、V6 という3つの辺からなる集合を考えているんですけども、この集合は、辺部分集合は、このグラフのマッチングではありません。ではないですね。ではない。なんでかというと、この M のどの2辺も同じ頂点に接続しないっていう条件を満たさないからです。満たさないってことは何かっていうと、ある2辺が同じ頂点に接続するわけです。ちょっと書きましょうかね。この条件。を否定するとどうなるかっていうと、M のある2辺は同じ頂点に右上に書くと見えないんでしたっけ？ちょっとわかんないから、ちょっとずらすと、
ですね。否定は同じ頂点に接続すると。と思いますね。そうすると、今この右の方の例を見てみると、V2 という頂点があって、V2 という頂点に M の2つの辺が接続しています。M のある2辺、V2、V5 と V2、V6 っていうのは、V2 という同じ頂点に接続しているからマッチングではないということになります。いいですか？で、そのような頂点が、そのような2辺が左側にはないので、これマッチングになるということです。いいですか？で、マッチングに関する用語があって、飽和するっていう用語がありますけども、マッチングの辺というのはその端点を飽和します。例えば、この V4、左側の例においては V4 という頂点は V4、V7 というこのマッチングの辺によって飽和されています。V3 という頂点を飽和するマッチングの辺はありません。いいですか？これがマッチングです。でですね、一つのグラフにはマッチングってたくさんある可能性があります。で今ですね、この左のグラフ、4頂点、頂点数4のグラフを見てほしいんですけども、このグラフはたくさんマッチングを持ってまして、そのマッチングをですね、全部ここ右側に書いてます。で、まあ、一個一個確認していくんですけども、まず下からですね、AD と BC、AD と BC ですね、っていう辺の集合、これマッチングですね。で、次、ABCD、AB と CD。これもマッチングですね。で、CD だけ、一辺だけ。一辺だけ取ってきても、なんだろう。どの二辺を見ても同じ頂点に接続しないっていう条件を満たされます。まあ、一辺しかないので、二辺取れないんですけど、まあ、だから二辺取れないので、先ほどの条件は無条件で、無条件というか、何も考えずに成り立つことがわかります。はい。で、同じように、この BC だけとか、AD だけとか、AC だけとか、AB だけというのも、これもマッチングになるわけです。マッチングです。でですね、これ空集合となりますけども、まあ、これ空集合ですね。まあ、これ空集合っていうのは、まあ、このカッコで書こうとすると、カッコの中に何もないって、こういう集合ですね。これもマッチングです。先ほどの条件満たしますから。で、これ空集合っていうのは、どんな集合の部分集合でもあるので、この空集合っていうのは、このグラフの辺集合である E の部分集合でもあるわけです。ですか？だから、この空集合っていうのは、辺部分集合で、どの、この集合の要素である2辺も同じ頂点に接続しないという条件を満たしますから、この空集合もマッチングです。ですか？空集合もマッチングです。だから、マッチングすべてあげようと言われたら、この空集合も忘れないようにしてください。いいでしょうか？はい。それで、マッチングの中で我々が興味を持っているのは、要素数が一番大きいマッチングです。で、それを最大マッチングと言います。最大マッチングは今言ったように、最大マッチングっていうのは、G のところ、G の最大マッチング。なんですけど、そっちに見えないんで、書き直すと、最大マッチングっていうのは、これもこっちに見えないな。マッチングっていうのは、G の、マッチングの中で、先ほど言ったように、マッチングたくさんあるわけですけども、その中で、マッチングの中で、マッチングの中で、要素数が、要素数が、数って書けないの。要素数が、要素数が、一番、大きなものですね。で、それを、最大マッチングと呼びます。それでですね、すみません。それで、この一番大きいってことを、まあ、ちゃんと書きたいわけです。で、ちゃんと書いたのが、ここに書いてある条件です。で、それを見てみると。で、それでこの定義見ると、G の最大マッチングっていうのは、まず G のマッチングである必要があります。G のマッチングである必要があります。G のマッチング M で、どういう状況を出すかっていうと、この G のマッチングの中で要素数が一番大きいものっていうものを、書いたのが、この下の行ですね。
G の任意のマッチング M プライムに対して N の要素数と M プライムの要素数を比べたら M の方が M プライム以上ですよと。以上ですよ。ということです。で、それを満たすもの。ですか。任意のマッチングで言ってみると、どのようなマッチング M プライムを持ってきても、要素数を M と M プライムに比べたら、M プライムの方が M よりも大きくなりませんよ、ということを言ってます。で、これが、この要素数が一番大きいっていう条件をちゃんと数学的に書いたものになるわけです。いいですか。だから一番大きいっていうのは、このように表現されるってことをまず理解してください。いいですか。で、このような書き方は、よくします。よくしますし、その、最大マッチングであるっていうことをいろいろとですね、考えていくときには、これが定義ですから、この定義で考えていくということになるわけです。で、そうするとですね、左側にも右側にも、これマッチングが書いてあるんですけども、左側のこの V1、V2、V4、V7、V6、V8 っていう3つの変化がなるマッチングは最大マッチングではないです。なんでかというと、このマッチングよりも要素数が大きいマッチングがあるからです。このマッチング、左側の方のマッチングは要素数が3です。要素数3です。で、一方で、これ右側の方もこれ青い辺取ってくると、これマッチングになってるんですけども、これは要素数が4の、要素数が4のマッチングになるわけですね。で、そうすると、3よりも4の方が大きいですから、この頃から、左側のマッチングは最大マッチングではないと、言うとわかります。こう定義に照らし合わせてね。いいですか？で、一方で、右側の方は、要素数が4なんだけども、実は要素数が5のマッチングとか、6のマッチングは、このグラフにあるかもしれません。今それ全然言ってません。ですか？だから、要素数が4であるっていうことだけを見て、これが最大マッチングであるとは言えないんだけども、言えないんだけども、これがなんで最大マッチングであるのかってことは、後の話でわかります。まあ、例としては、事実としては、この右側のマッチング、このグラフの最大マッチングになっています。はい。それでですね、これは最大マッチング、一番大きい、要素数が一番大きいマッチングです。で、似ている概念に、極大マッチングっていうのがあります。これまず極大と呼びます。極大。極大マッチングっていうのがあって、で、極大マッチングっていうのは、イメージで言うと、イメージで言うと、それに、辺を追加して、マッチングを別のってことかな。別のマッチングを作れない。別のマッチングを作れない。マッチングです。まず、極大マッチングっていうのはマッチングである必要があるんですけども、ここですね。まず G のマッチングで、何かというと、そこに辺を追加して別のマッチングを作れない。今、辺を追加するっていうことを、この任意の辺を考えるということにしますね。E-M を書いてありますけど、それは M に入っている辺以外のものを E とします。で、任意の辺です。で、この M と E の合併、集合。つまりその M に E という辺を追加するわけです。で、それは G のマッチングではないって言うんですね。いいですか？どの辺を持ってきてもマッチングにならないって言ってます。いいですか？いいですか？ですか。で、そうすると、まず極大なマッチ、極大マッチングがない方がありますかね。はい。右側のマッチング、これ V1、V2、V3、V7、V6、V8 っていう3つの変化のマッチングですけども、これは極大マッチングではないです。なんでかというと、ある辺を、その M に入ってないある辺を追加したものがマッチングになるからです。で、実際どれを、追加するかというと、この V4、V5 という辺を追加してみます。で、これは、まず、M の辺、青い辺ではないです。ですね。で、それを追加したものを考えると、つまりそれは V1、V2、V4、V5、V3、V7、V6、V8 って4つの辺からなる辺部分集合ですけども、それはマッチングになっています。つまり、青いマッチングは、このグラフの極大マッチングではないということになります。いいですか？
で、一方で、左側。これはですね、極大マッチングです。三つの変化があった極大マッチングです。で、これは、この青に対してですね、この黒いどの辺を追加しても、マッチングのままでいられません。いいですか？例えば、この V4、V8 っていう、やめようかな。V3、V7 っていう辺を追加したら、この V7 っていう頂点に接続する、この辺部分集合の辺が V4、V7 と V3、V7 って2つあることになってしまいますから、マッチングじゃなくなるということですね。いいですか？これが極大マッチングです。で、先ほどの最大マッチングと極大マッチングっていう言葉は、見た目が似てるんですけども、全然ここに書かれている、定義に書かれている条件っていうのは違うわけです。違うわけです。で、ちょっと注意をしておくと、注意がいろいろあるので、ちょっとこれはじゃあ、ページを見るか。ですね、増えたかな、今。増えたかどうかわかんない。増えたと思うんですけども。今ですね、最大マッチング。と、極大マッチングっていう用語を定義したんですけども、これは、日本語で書いたら、こう、すごく最大と極大と似てるんですけども、これ実にはですね、英語で書いても似てます。で、どう似てるかっていうと、最大マッチングの方は、マキシマムマッチングと。呼ばれて、書かれて、極大マッチングの方は、マキシマルマッチングと。書かれます。で、このマキシマムと、マルっていうのはこれ違うんですね。で、この違いを分かってない人っていうのは世の中にたくさんいて、これ言い方できないですね。割と多くて。で、これはまず、全然違う概念なんだってことを認識する必要があります。で、これ非常に重要です。で、皆さん、その、極大とか最大っていうのは、例えばなんか一変数関数があって、x 軸、y 軸があって、なんかこう、まあ、適当に書きますけど、なんか、ちょっと、よくなかったかな。まあ、こういうような、なんか、関数のグラフが、まあ、これグラフって呼ぶんですけど、関数グラフがあったときに、なんだろう、ね、まあ、いろんな、これで、こういうときにその、この関数の最大値とか極大値っていうのを、いう言葉を使うことあると思うんですよね。極大値って言わないかな、最大値とか、最大とか極大とかっていう、言い方をすると思うんですけども、でそういうときにはどういうことを考えていたかというと、この値がですね、一番大きいところ。ここでは、この最大を取るわけです。ですかね。最大を取ってるわけですけども、これ以外にこの一番こう、なんかこの山が上がっているところ。山が上がっているところ。で、こう山が上がっているところ、こういうところを、まあ、極大というふうに言っていったわけですね。で、まあ、ちなみにこの最大のところもこれ極大なんですけども。で、このマッチングにおいても、これとまあ同じイメージを持ってほしいということですね。最大マッチングっていうのは、最大マッチングって何だったかっていうと、要素数が一番大きいマッチングだったわけです。それは、この、まあ、Y っていうのはこれも要素数だと思うと、それが一番大きいところ。最大マッチング。いうイメージですね。で、極大マッチングっていうのは、それに、辺を付け加えても大きくなれないわけです。だから、例えば、この極大ってところを見てみると、ここからちょっと動かしても、この、ちょっと動かしても、今いるところよりも値が大きくなれない。っていうのが、まあ、極大っていう、このまあ、関数の極大は、まあ、そういうふうに定義されたわけですけども、それとまあ、同じイメージを、マッチングの方でも持ってほしいと思うわけです。ちょっと動かすっていう、この関数の中の方では、このちょっと動かすっていうイメージを持つんでしたけども、マッチングの方では、このちょっと動かすっていうのが、辺を一つ付け加えるっていうことだと思ってください。いいでしょうか。で、そうするとですね、今この関数の方のイメージで言うと、この最大のところっていうのは、必ず極大になっています。
で、実は、マッチングに対するそれが言えます。何かというと、最大マッチングっていうのは必ず極大マッチングになります。で、それはですね、この後で少し、証明するんですけども、その証明をする前に、この完全マッチングっていう別の用語もあるので、これも紹介します。で、何かと言われると、ちょっと色を戻しますと、完全マッチングって何かというと、これはですね、のマッチングなんですけども、G の任の頂点に M のある辺が接続しているものです。だから、どの頂点を見ても、このマッチングの辺が接続しているようなマッチングのことを完全マッチングと言います。で、そうするとですね、これ、左が完全マッチングの例で、どの頂点を見ても、青い辺が接続しているわけですね。一方、この右側の、マッチングはこれ完全マッチングではない。なんでかというと、この V5 っていう頂点を見ると、それに接続するマッチングの辺がない。青い辺がない。V3 もそうですね。ということになってますから、完全マッチングではないということになります。いいでしょうか。今ですね、このマッチングの定義と、最大マッチング、極大マッチング、完全マッチングって3つの用語をご紹介した。ちなみに、完全マッチングの英語ではパーフェクトマッチングと言います。で、まず、完全マッチングは、よく考えればわかるんですけども、何がわかるかというと、M が完全マッチングだったら、M の要素数っていうのは2分の頂点数になります。別に言うとすると、頂点数は M の要素数かける2になります。今、この下の例を見ると、これ頂点数は8で、完全マッチングですね。これ M、これ完全マッチングですけども、この完全マッチング M の要素数4です。青い辺が4つある。で、実際に、8イコール2かけるようになっていると。だから、この例においては、ここに書かれている公式成り立っているということですけども、これからどんなグラフでも、どんなグラフもどんな完全マッチングになっていきます。だから、完全マッチングを、これ、対偶を書くと、対偶を書くと何だっていうと、頂点数が、ちょっとやめます。待遇書くのやめます。待遇書くのやめます。すみません。待遇書いて、私が伝えたいことがあります。伝えられなかったら、待遇書かない。だから、何かというと、完全マッチングがあるんだったら、完全マッチングがあるんだったら、そのグラフの頂点数っていうのは偶数である必要があります。偶数である必要があります。だから、頂点数は奇数のグラフっていうのは完全マッチングを持ちません。そうですか。持ちません。いや、今言った通り、頂点数は奇数のグラフ。これ例ですね。これは完全マッチング持ちません。どのように頑張っても持たない完全マッチング。じゃあ、頂点数が、偶数でも持たない場合っていうのがあります。何やっ頂点数は偶数でも完全マッチングを持たないグラフはあります。で、その例っていうのはこれですね。これで1個のグラフだと思ってください。で、これは非連結なグラフなんですね。これ非連結。連結成分が3つあるグラフ。で、連結成分3つあるグラフで、どこ見てほしいかっていうと、この左の、で、まずこれ、頂点数見ると、これ頂点数は、これ偶数なんですね。頂点数は何かというと、4たす5たす3だから12かな。で、そうすると、このグラフの頂点数は偶数なんですけども、何がまずいかっていうと、この一つ、この右側の連結成分を見ると、この頂点数はこれ3になってます。この連結、ちょっと書くだけ。この連結成分の頂点数3になってます。で、そうするとですね、この完全マッチングがあるとするというか、そのマッチングの中ではですね、を考えると、マッチングを考えると、この、連結成分の中で、この辺を選ぶことになりますから、一つずつね。二つずつ、今一つずつってことなしにして、何を言いたいかというと、もう一度、じゃ完全マッチングを持つと仮定しましょうと。で、持つと仮定すると、完全マッチングの辺は、この連結成分一つ一つを見ても、その連結成分の完全マッチングになっていないといけません。はい。
だけども、この右側の連結成分っていうのは頂点数が3、奇数ですから、この連結成分は完全マッチングを持ちません。つまり、この全体が完全マッチングを持つことはないということになるわけです。なるわけです。いいでしょうか。はい。で、そうすると、まあ、そう、全体の頂点数が偶数でも、こういうふうに、頂点数が奇数であるような連結成分を持ってしまうと、やっぱりそれは完全マッチングを持たないなどとわかります。で、一方で、偶数であり、頂点数はね、偶数であり、なおかつ連結でもあるようなグラフで、完全マッチングを持たないものっていうのもあります。まあ、それ、見つけてみてください。練習問題ですね。はい。で、重要なことが、ここに下に書いてあって、完全マッチングを持つグラフにおいては、完全マッチングは最大マッチングです。うん。これは、よく考えればわかる。よく考えればわかる。これ定義に従って考えればわかります。だから、完全マッチングを持つグラフにおいては、完全マッチングを見つければ、それが最大マッチングになるので、まあ、完全マッチングを見つければよいということになるわけです。はい。で、すべてのグラフが完全マッチングを持つわけではないので、そういう完全マッチングを持たないグラフの中では、まあ、完全マッチングを見つけられないので、その最大マッチングを見つけるということをすることになるわけですけども、別ですね、完全マッチングを見つけるの、最大マッチングを見つけるのは、ちょっと話としては、まあ、定義上違うんですけども、割と、アルゴリズム的には似た部分があります。ただですね、この授業はアルゴリズムの話しませんので、まあ、そこら辺は、あんまり気にしないというか、今日はあんまり気にしない。で、今日はこの後どちらかというと、この最大マッチングの話の方に焦点を絞っていきます。はい。それでですね、初めに言った、これ証明しましょうというところですね。最大マッチングは必ず極大マッチングになりますですね。M が G の最大マッチングであるならば、M は G の極大マッチングですですね。最大マッチングと極大マッチング、もう一度定義を復習すると、最大マッチングっていうのは、要素が一番大きな、要素数が一番大きいマッチングで、極大マッチングっていうのは、そこに辺を付け加えても、もうマッチングになれない。っていうマッチングでした。で、これ証明しようと思います。だから。で、証明はですね、ここで配理法によってということにしてしまう。まあ、配理法にしなくていいと思うんですけども、配理法にしました。で、何をするかっていうと、M は最大マッチングであるけれども、極大マッチングではないとします。ですね。M は最大マッチングなんだけども、極大マッチングではないと仮定します。で、最終的にそこから矛盾を導きます。で、どういうふうに何が矛盾になるかっていうと、極大マッチングではないっていうふうに言ってるので、M に辺を付け加えて、M よりも大きなマッチングを作れるということなんです。M、そうですね。別のマッチングを作れるということになるわけです。そうですね。極大マッチングの定義から、ある M に入ってない辺 E が存在して、M に E を付け加えたものは G のマッチングになります。ですか？そうすると、何が言えるかっていうと、今ですね、この新しく作ったマッチングと元々ある M っていうマッチングを比べます。どうやって比べるかっていうと、要素数が比べます。で、要素数を比べると、M に E を付け加えたものの要素数っていうのは、E は M の要素ではない。から、これは M の要素数プラス1になります。ですね。で、M の要素数プラス1っていうのは、M の要素数よりも1だけ大きい。ですね。そうすると、ここで矛盾なんですけど、何に矛盾するかというと、M が最大マッチングであることに矛盾します。何だったかというと、M が最大マッチングであるというのはどういうことだったかというと、M じゃなくて、G の任意の、書きましょうかね。M が G の最大マッチングっていうのは定義は何だったかというと、定義は何だったかというと、G の任意のマッチング M プライムに対して、M の要素数が M プライムの要素数以上ですね。これがその、ま、G が、M が G の最大マッチングである、この定義でした。で、一方で、この、M に E を付け加えたものですね。これは、ま、G のマッチングなわけです。マッチングなわけです。で、要素数を比べると、M に E を付け加えたものの方が M より大きいわけですね。つまり、ここに書かれている、上に書かれている、条件を M は満たしません。満たしません。この M プライムとして、この M に E を付け加えたものを取ってくると、この等式が満たされないわけです。つまり、M は最大マッチングがないから、
最大マッチングであるとしたことに矛盾するわけです。M が最大マッチングであることに矛盾します。いいですか？だから何かというと、最大マッチングは必ず極大マッチングになります。いいですかね。一番下に、標語的なまとめってありますけど、これが何かというと、完全マッチングは必ず最大マッチングになります。で、演習問題っていうふうに言ってました。いいですか？で、最大マッチングは必ず極大マッチングになります。いいですね。ちょっと言ってなかったんですけども、完全マッチングっていうのは、あるかないか、わかんないわけですね。グラフがあったときに完全マッチングを持たないグラフっていうのもあるわけです。一方で、最大マッチングっていうのはどんなグラフも必ずあります。では、マッチングの中で要素数が一番大きいもの。だからです。で、マッチング必ずあります。グラフの中に。空集合マッチングですから、グラフの中に必ずマッチングはあります。だから、最大マッチングっていうのは必ずあるんですね。で、今からの目標は、この最大マッチングっていうのを見つけたいっていうことを目標にして、アルゴリズムを与えるわけじゃないけども、そのアルゴリズムの背後にある数理っていうのを考えていきます。いいですか？で、そのためにですね、今から重要な話が続くんですけども、どういう重要な話かっていうと、ここからその最適化っぽい話になるわけですね。でですね、これ先ほどから見ている例なんですけども、じゃあこういうグラフが与えられたとしたときに、じゃあまあそのアルゴリズムとかプログラムにおいて、最大マッチングをどのようにつけましょうか。まあ今、そのプログラムっていうと考えなくてもいいんですけど、もうその、まあ自分の目で見て、見つけてもらえばいいんだけども、これをできるだけですね、客観的な手続きとして記述したいとします。で、まあ一つ思い浮かぶ方法としては、辺を一つずつ追加していくっていうような方法があります。今、ここには、辺が一つも選ばれていない状態っていうのがあるとして、ここから辺を一つずつ選んでいきます。例えば今、この V2、V5 という辺を選びましたとしますね。します。で、じゃあ次、辺を選ぶんだけども、その辺を選ぶときに、今、マッチングを作りたいと思っているので、この V2 と V5 に接続する辺はもう選べないというふうにします。そういう選べない辺って、例えば V1、V2 とか、V1、V5 とか、V2、V4、V2、V6、V4、V5、V5、V7 とか、ここら辺の辺は、V1、V5 は違いますね。これは、選べないですね。そうですね。ここら辺の辺はもう選べない。で、選べる辺はまだいくつかあって、1、2、3、4、5、6個あるんですけども、まずは、そこから選んでいくということをします。で、まあ、その中で1個選びます。こんな感じでやります。V6、V8。で、じゃここからまた、辺を追加していくんだけども、その時には V2、V5、V6、V8 に接続する辺は選ばないということにします。で、例えば、V4、V7 を選ぶと。選びました。で、また選びますかと言われたら、まあ、V1、V3 選べると。そうすると、これ、完全マッチングなんで、つまり、まあ、最大マッチング、このグラフにおいて見つかりました。ということを言いましたね。ことになりました。で、まあ、このどの辺を選んでいくのかということは、まあ、これ非常に重要なポイントで、選び方を間違えるとですね、最大マッチング見つかんないかもしれません。今これ偶然ですね、いい選び方をしたので、最大マッチング見つかったんですけども、うまくない順番にこの辺を追加していくと、最大マッチング見つかんないかもしれないです。例えば、はじめにですね、V2、V6 選ぶ。次に V4、V5 選ぶ。で、次に V3、V7 選ぶ。じゃあ、ここに、辺追加できるかなって思うと、これ追加できないんですね。どこ見ても。でそうすると、これ、辺の数3、要素数3のマッチングにあったんだけど、先ほど要素数4のマッチングがあってもう分かってましたから、これ、最大マッチングないわけです。うまくいかなかった。で、これ実際、これ何が見つかっているかっていうと、これは、どこに辺を付け加えようとしても、マッチングにならないって言ってるわけだから、ここで見つかっているのは、極大マッチングです。で、極大マッチング、そうか。この方法を使えば、どのような辺の、選び方をしていっても、必ず最終的に得られるものは、極大マッチングになります。なんでかっていうと、最終的にこのアルゴリズムが止まった時には、どの辺をこれに付け加えようとしても、付け加えられないという状態で終わりますから、その時に得られているものは、必ず定義から極大マッチングになっています。一方で、我々見つけたかったのは最大マッチングですから、極大マッチングが見つかったとしても、それが最大マッチングであるという保証はないわけですね。ここで今重要なことを言ったんですけど、保証がないわけです。
保証がないわけです。で、我々は、今から考えているのは、うまく見つける、まあ見つけるっていうか、まあ別の方法なんですけども、別の方法で、うまく最終的に最大マッチングを得る保証のある方法を考えたいというふうになります。で、まあそれはアルゴリズムって話になるんだけども、何度も言うように、この講義ではアルゴリズムしま、の話しませんから、そのようなことを考えるためには、どういう道筋をたどっていけばいいのかっていうことを話します。で、まず考えたいのは、格言が久々になりますけども、発見法の前に格言法です。今ですね、最大マッチングを見つけるっていう話をずっとしてたんだけども、その前に、今ですね、まあ、こういうマッチングがなんか得られたとしましょう。あるいは、なんか、マッチングどっかから来たとしましょう。このマッチングは最大マッチングでしょうかってことを確認したい。誰かからマッチングを渡された。これ最大マッチングですよって言われてなんか渡された。だけども、これ最大マッチングかどうか自分でわかんない。時に確認したいわけですね。これが最大マッチングかどうかってことを。で、そのためには、まあ、この青いのを、この渡された最大マッチング、渡されたマッチングを忘れて、自分で最大マッチングを作るってことを忘ればいいわけです。で、それと、この青いマッチングの要素数を比べて考えてあげればよいということになるんですけども、そのためには最大マッチングを計算する必要があるわけです。つまり発見する必要があるわけですね。でも一方で、今この最大マッチングかなっていうふうに言われている今候補があるわけです。で、それが本当に最大マッチングなのかっていうことを確認するっていうのは、最大マッチングを1個見つけるよりは簡単であってほしいんですね。別の言い方すると、最大マッチングを発見できる能力が我々にあるんだったら、このように与えられた、なんかよくわかんないマッチングが最大マッチングであるっていうことを確認するっていう能力も我々持っているはずなんですね。だから、別の言い方すると、最大マッチングを発見するっていう方法を考えるんだったら、その前にまず確認するっていう方法としてどういうものがあるのかってことを考えたい。で、それによって、その、発見するっていう方法が、うまく導かれるかもしれないわけですね。で、それを考えたい。確認法を考えたいことをまず考えます。で、これは重要な考え方です。アルゴリズムを設計するとか、最適化を行うっていうときには、これ、すごく重要な考え方になります。まず、確認法を考える。で、これはですね、いわゆるこの P と NP 問題って呼ばれているのに関係があるんですけども、ここでは P、NP 問題のことは何も説明しないので、まあ、それのために、そのについては計算理論とか、アルゴリズム論第2かな。まあ、調べてみると、アルゴリズム論第2でもこれ扱うっていうふうに書いてあるんで、まあ、そこのあたりの授業で内容を聞いてください。あと関係があります。で、確認法を考えます。で、今言ったと、なぜそうなのかというと、確認は発見より難しくないから。ということと、確認法から発見法に対する道筋が見えることもあるからです。で、それをやっていきます。ということになります。で、その確認法っていうのを今日はご紹介する。で、それが2つあります。増加度というものを用いる方法と、頂点起伏を用いる方法というのが2つあります。で、この2つとも重要です。二つとも重要ですので、この二つを紹介します。で、まずはこの増加度を用いる方法という方からやります。で、増加度を定義する前に、交互度というものを定義します。で、交互度、増加度っていうのは交互度を使って定義されます。で、何かというと、ですね、考える状況は、今その向こうグラフとマッチングがある。で、このマッチング、この M っていうのが最大マッチングかどうかってことを確認したいという、まあ、そういう今状況を考えてください。で、この時に M に関する交互度っていうふうに言ったら、これ何かっていうと、G における道です。V 地点点と V 地形っていうのは、その道の頂点が順番に並んでいると思ってください。で、M の辺と E-M、つまり M ではない辺、M に入ってない辺が交互に現れるもののこととします。例えばですね、今ここに、このオレンジ色。これが、この道。G における道を表せと思ってほしいんですけども、で、この青いのがマッチング M の辺ですね。で、この V1、V3、V2、V4、V7 っていう道は、この M に関する交互度です。
なんでかっていうと、それは、黒、青、黒、青っていうふうに、このマッチングの辺とマッチングの辺じゃないものを交互に、通っているからです。いいですか？ V3、V1、V2、V4、V7 っていう道は青のマッチングに関する交互道であるというふうに言います。いいですか？いいですか？まあ、交互道のことを交互路ということもありますけども、まあ、今後交互道と呼んでいきます。交互道。それで、鍵となる概念である増加道は、この交互道を使って定義されます。で、それをやりますね。これですね。M に関する増加道とは、先ほど言った M に関する交互道で、なおかつもう一つ条件を出していなくちゃいけなくて、何かっていうと、この V1 と VK、V1 と VK っていうのはこの端にある頂点ですね。この道の。これが M の辺と接続しないものです。で、そうするとですね、今ここに例がありまして、V3、V7、V4、V8 っていう道。これは、黒、青、黒っていうふうに、交互に当たってますが、これは交互道です。M に関する交互道です。が、これは、この青のマッチングに関する増加道ではないです。なぜかというと、この一番端の V8 というのが、青い辺、マッチングの辺、M の辺と接続しているからです。だから VK が M の辺と接続しないという条件を満たしません。いいですか？一方で、これですね。V3、V7、V4、V5。これは増加道です。先ほどこれ増加道です。これは増加道ではない。まあ、先ほどの例は増加道ではない。増加道ではないんですけども、この例っていうのは、この V3、V7、V4、V5。これは増加道です。なんでかっていうと、V3 も V5、この端の頂点が青い辺に接続していないからです。いいですか？増加道。これは定義です。いいでしょうか？この M に関する、このマッチングが決まってないと、この交互道とか増加道っていう言い方できませんから、それに注意してください。それで、この増加道と最大マッチにこれ関係があるんですね。なんでか。今ですね、ここに辺の数が3のマッチングがあります。で、このマッチングを見ると、このマッチングに関する増加道が存在します。増加道ですね。で、増加道があったら何ができるかっていうと、この増加度に沿ってマッチングを大きくするということができます。これ何をしてるかというと、この増加度があったら、今この増加度には、黒、青、黒っていう、その辺が順番にこう並んでるんですね。で、これ必ずその黒で始まり、黒で終わります。なぜかというと、これ増加度ですから、この端の頂点には青い辺が接続していない、いないから、特に、このオレンジ、この道に沿っていっても、この初めの辺というのは青ではないわけです。最後の辺も青ではありません。だから黒、青、黒、黒、青、黒、青、黒、青、黒っていうふうに必ず続いていくということになります。で、やってるのは何かっていうと、この増加度があったら、増加度を見せて、この黒と青を入れ替えるとします。もともとが黒、青、黒だったら、それを青、黒、青に変えるとします。で、そうすると、何が起きるかっていうと、もともとですね、このグラフの中に辺の数が3のマッチングがあるということが分かっていたんですけども、この増加させるという、大きくするという操作を行うと、辺の数が1つ大きいマッチングが得られます。この場合、辺の数が4のマッチングが得られます。で、増加度があったら、必ずそれに沿って大きくするという操作、つまり、その増加度に沿って黒と青を入れ替える。今、黒と青を入れ替えるって言い方しちゃってますけども、そのマッチングに含める辺である、か、含めない辺だったってことの選択を入れ替える。ってことをすると、必ず辺の数が一つ大きなマッチングが得られます。今これ例でやってますけども、もう一般的な図を今から書きますね。あ、その前に。今言ったことのまとめ。M に関する増加度が存在したら、この大きくするっていう操作を行うことによって、それ、今考えているマッチングよりも辺の数が大きなマッチングが作れますから、もともと考えていたマッチングというのは最大マッチングではないということがわかります。増加度が存在すれば最大マッチングがない。これは、対偶を取ると、マッチングであるんだったら M に関する増加度存在しないというふうに言います。いいですか？これ対偶ですね。で、ちょっと一般的な図書きますけども、まあ、こんな感じです。今、ここに、
M の辺に、今青で書いてますけども、それに関する増加度があるとします。増加度があるとします。ですか。で、先ほど言った、この増加度に沿って大きくするっていう操作は何だったかというと、この黒と青を入れ替えるということでした。これ黒と青を入れ替えました。で、そうすると、この操作をした後の青い辺の集合っていうのは、やはりマッチングになっています。で、まずそれが何でかっていうのを説明します。今ですね、この増加度の辺に沿って、この増加度の辺の、増加度に現れる頂点を見たときに、その頂点それぞれに青い辺、マッチングの辺がいくつ接続しているかってことを書いてあります。で、そうすると、一番端の辺には、青い辺が接続してないっていうことが言えます。それは増加度の定義です。で、他の頂点はどうなってるかっていうと、この増加度では必ず黒と青が交互に並んでますから、で、なおかつマッチングにおいては、どの頂点を見ても、そこに接続している辺の数は1以下なので、これらの頂点に接続しているマッチングの辺、青い辺は必ずちょうど1になります。今何を気にするかっていうと、もしかしたらここら辺に来ている色がいる。この、増加度に含まれていない、増加度に含まれていないようなマッチング辺があるかもしれないですね、ここら辺に。でもそれはありませんよってことが今言ったんです。なんでかっていうと、この青いのはマッチングだから、この一つの頂点に二つマッチングの辺がすることないからです。だから、そういう辺はなくって、この増加度においては、増加度の頂点、においては、この増加度に現れる辺以外に、そこに接続する青い辺っていうのはないということがあります。だから、ここら辺全部黒い辺になってます。この外側に、ここら辺全部黒い辺です。ですか？で、これ入れ替えた後を見てみると、この端点以外の頂点、ここでは、やっぱり青い頂点が1個ずつしか接続していません。その外側に出るっていうところ、この、色変わりませんから、で、ここら辺は全部1になります。あ、1のままです。1のままですし、なおかつ、この、端点は新しく青い辺が接続することになったので、で、それは1個しかないから、これ1になります。ですか？で、他の頂点、この増加部に現れている頂点っていうのも、なんかどっか外側にあるわけですけども、それらの、に接続する青い辺の数が変わりませんから、どうなってるかっていうと、どの頂点を置いても、そこに接続する青い辺の数が1以下であるという条件は、その増加させるという処理において、満たされたままになります。いいですか？だから増加させた後も必ずマッチングになってますし、数を数えると、もともと黒、青、黒、青、黒、青、黒っていうふうに、両端が黒であるような、道が増加度だったので、その黒と青を入れ替えたら、青が一つ多くなります。いいですか？ということで、何を今言ったかというと、増加度に沿ってこのマッチングを大きくする、その黒と青を入れ替えるっていう操作を行うと、それによって得られたものは必ずマッチングになってますし、なおかつその要素数が1だけ増える。ということがわかります。今、言った説明をちゃんと文章で書けば、これは証明になります。証明って何かっていうと、これですね。M に関する増加度が存在すれば、M は最大マッチングではないってことの証明になります。で、重要なのは何かというと、これの逆も成り立つということです。それがここですね。M が G の最大マッチングであることと、M に関する増加度が存在しないってことは、同値です。同値です。で、今証明したのは、増加度が存在すれば最大マッチングではないってことなので、つまりその対応を取ると、最大マッチングであるならば、増加度存在しないっていう左から右の方です。これは今証明した、説明したことです。今説明したことを文章にしてもらえれば、証明になります。で、今からやるのは逆ですね。逆っていうのは右から左。で、右から左も対偶を証明します。だから対偶っていうのは何かっていうと、右から左だから、左ではないならば右ではないですから、M が G の最大マッチングではない。
ならば、M に関する増加度が存在する。ということを言います。だから、証明の構造としては、M が G の最大マッチではないと仮定して、最終的に M に関する増加度が存在するという形で終わります。で、あとはこの間を埋めるわけです。で、ここがポイントです。で、今ですね、M が G の最大マッチではないと仮定してるんですけども、仮定するんですけども、初めの方に言った通り、必ず最大マッチが存在しますから、最大マッチを1個持ってきます。で、それ M プライムかな。M プライムとしましょう。ですか。そうすると、M が最大マッチングじゃなくて、M プライム最大マッチングですから、M プライムの素数の方が M の素数も大きいです。ですね。ここまではわかります。で、これを使って、何か今からここを埋めていって、最終的に M に関する増加度が存在するということを言います。言います。で、使える材料は M と M プライムだけです。最大マッチングではない M と最大マッチングである M プライムだけですね。で、これだけを使って証明していきます。で、何をするかっていうと、この二つのマッチングをですね、比較します。集合として比較します。で、ここでポイントがあって、集合を比較するにはですね、この集合のこの対象差っていうのを考えるっていうのが重要です。対象差というのは何かっていうと、こういう定義がありまして、まあ、こういうような形で書けるものですね。ちょっと、図で書いてみると、まあ、X ってまた右に書くと見えるんですね。X っていうのがあって、y っていうのがあったら、この部分ですね。この x だけに含まれているとか、y だけに含まれているって、この部分だけを取ってきたもの。これが x と y の対称差です。で、だからこれはその x と y の両方に含まれているところは無視するし、どちらにも含まれていないところも無視するって、そういうことですね。それによって x と y の、まあその違いっていうのが見える。ことになりますので、それ考える。なぜか対象される2つの集合の違いを見ましょうということになって、今ここ例ですけども、これ M 最大マッチングじゃないマッチングと M プライム最大マッチングであるマッチングで、これマッチングっていうのは変部分集合ですから、その対象差っていうのもこれも変部分集合です。で、その変部分集合を書いたのはここです。 M と M プライムの対象差ですか。両方に含まれる辺はここに書いてないです。ですから、その M と M プライムの片方にしか含まれない辺がここに書かれていると。で、この色は元々の M と M プライム、青と赤っていうのをそのまま引き継いでると思ってください。そうすると何が起きてるかっていうと、この、頂点を見てみると、まあ、そこにたくさん辺が接続している可能性はあるんだけども、そこに接続している、青と赤ですね。青い辺と赤い辺は多くても1本しかいません。1個しかありません。だからこの1つの頂点に赤が2つくっつけるということはありません。なぜかっていうと、赤はその、もともとこれが完全マッチ、マッチングだったから。マッチングだったから。で、同じだからこういうことはない。赤はあっても1本だけ。で、同じことは青にも言えます。青はあっても1本だけ。なぜかというと、青はもともとマッチングだったから。ですか。だからそうすると、この M と M プライムの対称差を見たときに何が起こりうるかというと、一つの頂点を見たら、そこには青の辺が一つ、赤の辺が一つ、合計で二つ辺が接続しているような頂点になっているか。このようなことですね。か、あるいは頂点を見たらそこに接続している色がついている辺が青だけであるか、赤だけである。というふうに、こういうふうになっている可能性があります。で、この3通りしかありえません。あるいはどちらも接続しない。青と赤は。まあ、そういうことはそうですね。赤だった。ああ、消えない、消えない。で、今、この図では、この青にだけ、接続しているって頂点はありませんけども、それは、原理的にはありえます。で、そういう例を作れます。で、この例ではそれは起きてないというだけです。ですか。でそうすると、この青と赤だけの部分に着目すると、各頂点の次数は0か1か2になります。ですか？いいですか？
で、そうすると、これはすごくシンプルな構造をしているということが分かって、これ次のページかな。何かと今言ったのはここですね。各頂点の次数は、だから頂点集合は V そのもので、編集合がこの対称差であるようなグラフを見ています。そうですね。そうすると、そのグラフにおいて、各頂点の次数が0か1か2になっています。それは今説明した通りです。ですか？ M も M' もマッチングだから。じゃあ、この、じゃあ、次数が0か1か2っていうのはどういうことになっているかっていうと、まず、次数の0の頂点を連結性って見てみると、これは、まあ、定義っていうか、その、こいつは孤立線と呼ぶということでした。孤立線です。じゃあ、次数1の頂点を持つ連結性を見てみると、どうなっているかっていうと、まあ、次数1の頂点があって、そこには青か赤の辺がこう出てるわけです。じゃあ、軽く青だとしましょう。ね、ここに行くと。じゃあ、この、たどり着いた頂点が、の次数も0か1か2なわけです。だけども、まあこれ1本辺すでにご接続してるから、このたどり着いた頂点の次数は1か2です。もしこの頂点の次数が1だとすると、この青い辺1個だけ頂点数2という連結成分ができます。もしそうじゃなくって、この頂点からまた別の辺が出ているとすると、この別の辺の色は今これ赤になっています。が、これ頂点と次数2ですから、この青と赤の辺以外の辺は、この真ん中の頂点から出ていきません。で、この新しい頂点に辿り着きます。この頂点の次数が1だったら、まあ、ここで終わってるわけですけども、またこれが2だったら、次数が2だったら、また別の青い辺を使って別の頂点に行ってるということになるわけです。ですか？つまり、何が言いたいかというと、次数1の頂点を持つような、連結成分は必ず道になってます。いいですか？まあ、最大性論法を使って言っても言えます。はい。じゃあ、次数0、次数1の頂点を持たないような連結成分は、次数2の頂点だけからなる連結成分になります。で、そういうものは、必ず経路になっています。こんな感じになってます。ですか？で、重要なのは何かっていうと、この、平路では、青い辺と赤い辺が交互に出てきます。青、赤。青、赤。ちょっと色を切り替えるのが大変なので、ちょっと、青とか赤っていうのを漢字で書いてありますけど、こんな感じですね。で、青、赤、青、赤っていうふうに交互に出ていって、最終的にこれ、つじつまが合うので、このような平路の辺の数、頂点の数っていうのは必ず偶数になります。M と M' の辺が交互に現れるので、その長さ偶数。その長さ、この経路の長さ、辺の数は偶数になります。ですか？だから、もし言うと何が言いたいかっていうと、この M と M' の対称差が決めたグラフっていうのを見ると、それはいくつかの連結成分に分かれているんだけども、その連結成分は孤立点であるか、道であるか、長さが偶数の経路。のどれかになっています。で、ここで、M は最大マッチングではなく、M' は最大マッチングだったから、M' の要素数は M よりも大きかったってことを思い出します。いいですか？で、この、対称差をするときには、M と M' の、両方に含まれている辺っていうのは、まあ、書かなかったわけです。書かなかったわけですね。ちょっと、これ場所を動かしてみると。そうすると、この対象差ですね。対象差、M' が赤で、M が青なんですけど、で対象差はどうやって定義したかっていうと、ちょっと、右に書くと、M と M' があったときに、この、どちらにも含まれないけども、片方だけに含まれる。こう書いたんですね。で、この対象差に現れている赤と青はどこに対応してるかっていうと、青は M に含まれるけど M' に含まれないんで、ここですね。これが青ですね。色のことをずっと漢字書いてね。で、こう右側のところ、ここが赤になってるんです。ですか？そうすると何が言えるかっていうと、この、M と M' の対象差において、
赤の要素数は必ず青の要素数より大きいわけです。ですね。上のこの不等式に成り立っているので、この対称差を見ても赤と青の間に対称関係があるということがわかるわけです。同じ分だけです。両方から取ってますからね。で、一方で、このグラフは、各連結成分が孤立点であるか、道であるか、偶数調の変化です。ですか？で、気にしたいのは何かというと、偶数調の平路においては、そこに現れる赤い辺の数と青い辺の数っていうのは必ず同じになります。ですね。赤、青、赤、青、赤、青っていうふうに、交互に現れるんですからね。ですか？で、全体としては赤の方が多いんです。そうすると何が起きないといけないかっていうと、どこかの道においては必ず赤の方が多くなってないといけません。この図のように。赤、青、赤のように。いいですか？いいですか？だからそのような道が必ずあります。連結成分として。はい、言うてかと、赤、青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 、赤とかという感じになっているように、赤の辺の数が多い道が必ず存在します。いいですか？そうすると何が言えるかっていうと、この赤、青、赤っていう道を青のところに書いてみると、こうなんですけども、赤、青。ちょっとこれは太すぎてわかんないですね。赤、青。ちょっとダメだな。うまく書けないんだ。ああ、書けなかった。うまく書けないですけども、この辺、この辺、この辺ですね。こういうその道が M に、M の上に書けまして、で、これ書いてみると、これ何になってるかっていうと、これは M に関する増加度です。いいですか？何でかっていうと、これは、このグラフで見てみると、この、もともと赤、青、赤だったもの、これは黒、青、黒になるんです。黒、青、黒、色で黒、青、黒になるわけです。で、この黒の端の頂点には青は接続してません。なんでかっていうと、接続しているとすれば、この元々のこの、対称差においては、この、連結成分がもっと大きくなってないといけないことになるからですね。連結成分だから、この端に接続している青い辺っていうのはもうないわけです。ですね。だから、それを、そのままこの青の方に持ってくると、それは、その青いマッチングに関する増加度になっています。それは、最終的に見つけたかったものです。戻りますと、ですね。M に関する増加度が存在するってことを言いたかったんだけども、それは実は今の形で見つかりました。どうやって見つかったかというと、対象差の中には必ず赤で始まり赤で終わるような道が連結成分として存在するので、それを考えると、青のマッチングに関する増加度になるということです。いいですか？今、口で言ったことを文章にすると、証明になります。で、それをちょっと書いてみます。これですね。長さ偶数の平路においては、M の辺の数と M プライムの辺の数同じで、ある道においては、M の辺の数、青の辺の数の方が、赤の辺の数未満になって、その道っていうのが M に関する増加度になります。ということです。はい。じゃあ、それを書くとこんな感じだと。先ほどのこの間を埋めるとか言ったところがここにありますけども、それで間を埋めていきます。で、それはこんな感じですね。この対称差を取ったグラフを考えると。そうすると各頂点の次数は2以下であり、M と、この辺と M 倍の辺が交互に現れるということになります。で、そうすると、つまり、各連結成分は孤立点か、道か、長さ分数の平路になりますということを言いました。ですね。長さ偶数の辺においては M の辺の数と M 倍の辺の数は同じなので、です。この仮定がありますから、ある道において、この道ですね、この道、ある道において M の辺の数は M 倍の辺の数よりも大きくなる。で、なおかつ、その道の端点は M の辺に接続していないってことをさっき説明した通りなので、つまりこの道 P っていうのが G において M に関する増加度であると。ことになって確かに増加度存在します。ということで証明が行われるということになります。いいですか？で、これで証明したかったこと、証明したということになりますね。もう一度復習すると、あ、復習なかった。復習はじゃあちょっと戻ってしますけど、これですね。証明でした。で、これはですね、このベルジュ。まあ、これちょっと、まあ、片岡さんだけど、これベルジュ。
ですね。が、まあ、証明したことで、まあ、これが、このマッチングを考えるときに広く使われています。広く使われている考え方です。で、これはですね、実はそのアルゴリズムにできるんですね。なんでかっていうと、それでマッチングじゃなかったら、必ず増加度が存在して、その増加度に沿って大きくすることで、要素数が増やせるわけです。ってことを今保証してます。今の定義は。だから、何をするかっていうと、その初期マッチングとして、空集合とできます。空集合マッチングでした。だから、このマッチングに関する増加度っていうのが、必ず、これが最大マッチングないんだったら、必ず、このマッチングに関する増加度があります。ただ、そういう増加度を見つけて、その増加度に沿って大きくするってことを、増加度が存在する限り繰り返します。で増加度がなくなったら、その今現在の M っていうのを出力してあげれば、それ最大マッチングです。なぜかというと、増加度がなければ最大マッチングであるってことを今証明したから。で、増加度がなけ、増加度があれ、最大マッチングじゃないんだったら増加度があるってことを言いましたからね。だからこれによって、必ず最大マッチングが見つかります。これは、まあ、書いたものの、このようにね、これアルゴリズムとか書いてるつもりになれるかもしれませんけども、これはいろいろと重要な問題があって、なんでかっていうと、M に関する増加度が存在する限りこれやるんだけども、じゃあその増加度をどうやって見つけるんだっていうことは、何でも言ってません。ですか。だけども、この増加度を見つけるっていう部分がうまくできれば、このアルゴリズムは実際に実装できるわけです。それで、最大マッチングを見つけるアルゴリズムっていうのは、大体この考え方を元にしているものが多いです。多いです。ので、今の定理を使うことによって、こういうアルゴリズムが思いついて、そこから実際アルゴリズムを設計するというステップに移るわけですね。だから考えてほしいのは、これですね、アルゴリズムっていうのは数理構造が導くものであると。いう視点です。だからこの定理なしには、このアルゴリズムは思いつかないわけです。どっかからこのアルゴリズムが降ってくるわけじゃなくて、こういうその定理とか数学があって、そこからアルゴリズムが導かれるっていうんだっていう認識を持ってください。ということになります。ですか？で、ちなみに、ベルジュ。あ、こういう方ですね。クロード・ベルジュ。もう亡くなったのは20年ぐらい前なんですね。これ私学生の頃だったので、だいぶ大きなニュースだったんですけども、そのグラフ理論とは組み合わせを見たりして大きな、貢献というか、すごく基礎的な部分の、定理とか考え方をいくつも発見した先駆者になります。もう一つですね、重要な概念に、この最小長期起伏っていうのがあるので、これを紹介していきます。先ほど言っていた、この発見法の前に確認法を考えましょうっていうところの確認法として今、増加度の話をしたんですけども、もう一つ今から頂点起伏を用いる方法っていうのをやっていきます。はい。で、この増加度はどういうふうにつけたかっていうと、例えば今ここにあるマッチングが最大マッチングではないってことを確認するためには、増加度を見つけてあげる。増加度が確かにあるから、これ最大マッチングじゃないっていうことがわかるんですよね。別の言い方をすると、一つの増加度、この増加度が存在するっていうことを見ることによって、この今考えているマッチングが最大ではないってことに対する証拠になるわけです。この増加度の存在性が最大ではないことに対する証拠になるということになるわけです。この証拠って考え方が非常に重要です。証拠になっている。だから、別に言い方すると、この青いマッチングをですね、持ってこられて、これ最大マッチングですよっていうふうに、なんか言われていたとしましょうと。だけども、いや、間違ってますよと。なんでかっていうと、ここに増加度があるから。まあ、この増加度があるから、これ最大マッチングではありませんねっていうふうに、その言われたことに対して、その反証をするための証拠を、この、なんだ、増加度によって与えられるわけです。ですかね。じゃ同じようなことを、最大マッチングであることに対して証拠付けをしたいとしましょう。今これ最大マッチングなんですけども、で、これ、最大マッチングですよってことの確認をしたい。どうしましょうか。先ほどの増加度に関する考え方を使おうとすると、ここに増加度がないってことを言う必要があります。
で、ゾカとかないってことを言うのが割と大変なんですね。何かがあるってことを言うのは割と簡単なんだけど、何かがないってことを言うのは難しいですよね。あの、じゃあこれ前頭を試しましたとかっていうと、ちょっと前頭を試すのは大変ですよね。うん。まあ、それだったらもう初めから計算した方が早いかもしれないわけです。だからその確認法は簡単であってほしいっていうことがあったわけだから、このサイドマッチングが、で、このマッチングがサイドマッチングであるってことを簡単に確認する方法が欲しいです。今問うというのはこれですね。マッチングの最大性に対する証拠はあるのか。先ほどの増加度っていうのは、非最大性、最大ではないことに対する証拠だったんだけども、じゃあこの最大であることに対する証拠っていうのはあるんでしょうかってことを考えたい。で、そのために、焦点起伏という考え方を使いまして、これがあと20分ぐらいの重要な考え方になります。焦点起伏。これは、焦点分集合です。これ C とかですね。焦点分集合です。でどういうものかというと、どの辺も C の頂点に接続しているものです。ですか？ややこしいですね。例を見ましょう。例えば、この今、右の方、この黄色い頂点を集めてきて、頂点部分集合を作っていると思ってください。だからこの場合は V1、V2、V3、V5、V8 ですね。っていうこの5つの頂点からなる集合。で、これは、このグラフの頂点起伏ではありません。なぜかというと、この V4、V7 という辺は C の頂点に接続していないからです。ですか？で、頂点起伏であるんだったら、どの辺もその C の辺、黄色い辺に接続していないといけないわけです。接続していないといけないわけです。で、左側はそのような条件を満たしています。どの辺を見ても、それは、黄色い辺に接続しています。いいですか？頂点起伏です、これは。で、今後、まあ、色使うかもしれない用語を言っとくと、頂点起伏の頂点はそれに接続する辺を覆います。例えば、V7、V8 っていう辺は、V7 という頂点に覆われている。V7 という頂点は V7、V8 という辺を覆うというふうに、まあ、言います。ですか？で、最小頂点起伏といったら、それは要素数が一番小さな頂点起伏です。ですか？あ、そっか、確認しようかな。最小頂点起伏といったら、これは要素数が一番小さな頂点起伏です。いいかね。だから、最大マッチングの時は、要素数は一番大きいマッチングだったんですけども、最小なので、一番小さなですね。一番小さな頂点起伏を考えることになります。で、一番小さなっていうのをちゃんと書くと、これが書いてあるような形で書きます。任意の頂点起伏 C プライムに対して、C と C プライムの素数を比べたら、C プライムの方が小さくなりませんよ、と。いうような頂点起伏 C のことを最小頂点起伏と言います。今ですね、この2つ例がありますけども、左の方の頂点起伏は要素数が、これ6で、右の方は要素数これ5ですから、こちらも頂点起伏ですから、この左側の頂点起伏は最小頂点起伏ではないということになります。まあ、右の方は実は最小頂点起伏であるんだけども、一つ目は、まあ、ここでは確認しません。はい。事実だけを述べて、紹介してます。述べてます。はい。で、この最小頂点起伏っていうのが、今から重要な役割を果たすんですけども、まあ、じゃあ、頂点起伏とマッチングがどのような関係を持っているのかということをまず、紹介します。で、それが重要さですね。重要。何かというと、M が G のマッチングであり、C が G の頂点起伏であるならば、M の要素数と C の要素数の間にこのような不等式が必ず成り立ちます。必ず成り立ちます。今、この例では、青がマッチングで、黄色が頂点起伏なんですけども、青の方の要素数が3で、白の方が、黄色の頂点起伏の要素数6なので、確かに、
M は C の予想数未満になってますね。まあ、これイコールになる場合もあるので、イコールついてますけども、イコールついてますけども、この上の不等式では。この例においては、C の不等号が5個成り立っているということになります。で、これはどんなマッチング、どんな超定結婚に対して成り立ちます。それは重要ですね。で、そうすると、で、これ重要です。なんで重要かということを後で説明します。で、まずこれ証明するんですけども、証明は数え上げ論法を使います。数え上げ論法。こういうような、行列で考えましょうと。で、これどういう行列かっていうと、行の方は、マッチングの形に対応します。列の方は、この C という頂点比較の頂点に対応します。で、これ1って書いてあるところ以外は、これ0、0だと思ってください。で、なんでここ1が書いてあるかっていうと、これは、V2 に E1 が接続しているからです。だからこの接続関係があるときには、1を書いて、そうじゃないときは0を書くというふうに思ってください。ですか？そうすると、例えばこれ V3 っていう頂点に接続する青い辺がありませんから、V3 に対応する列、これは全部0です。ですか？ E2 という辺を見ると、E2 という辺には V4 と V7 っていう2つの、この頂点、比較頂点が、接続してますから、E2 の、行を見ると1が2つあります。V4 と V7 に対応するところです。ですか？で、まずですね、これの行を見ます。行を見ると必ずどこにも1が1個あります。なぜか。C は頂点起伏でしたから、この M に入っている E1、E2、E3 っていう、任務の辺に対して、それに接続する式の頂点っていうのは必ず1個あるわけです。頂点起伏の定義から。だから、この各行を見るとそこには1が必ず1以上あります。ですか？このことから何があるか分かるかっていうと、この行列の成分の和っていうのは、行の数以上。で、行の数は M の予想数だから、M の予想数以上ってことが言うと分かります。まあ、こうです。まあ、こういうことでしょうかね。各行に対して1以上だから、行の数以上、M の予想数以上、分かるということになります。一方で、列の方を見ると、これは、どの列を見ても、1の数は、1個、あるいは0個にしかならないというとわかります。なぜか。これは、マッチング、行はマッチングの辺に対応してるんですよね。で、マッチングの辺というのは、端点を共有しません。ですか。だから、C のどの頂点を見ても、そこに接続しているマッチングの辺というのは、多くても1個なんです。0個の場合もあり得ます。だから多くても1個なんで、これ1以下になります。どこも。いいですか？マッチングの定義から。そうすると、この行列の成分和っていうのは、列の数かける1以下というとわかります。で、これは列の数ですね。C の素数になりますね。いいですか？先ほど、この成分和というのは、M の要素数以上と言いました。ですね。そうすると、これ全部まとめると、この不等式得られると。ということになるわけです。いいですか？この考えを文章にしたのは次のページに書いてあります。これですね。C×M。だから、これ行と列が、前のページと入れ替わってますね。すいません。ちょっとから、前の行列、前のページの行列は展示して考えてほしいんですけども。で、書いてあるのは、それに対して各列と各行の位置の数を数えて、比べて、欲しい不等式を導いているということになります。いいでしょうか。ここでどこなんですか？すいません。でも、本質は変わらないので、これで理解してください。いいでしょうか。これで、今言った、この重要といった不等式は得られたんですけども、なんで重要かというと、この M と C っていうのは、これはどんなマッチング、どんな頂点比較に対しても、この不等式に出すというふうに言ってるわけです。
つまり、このマッチングが最大マッチングであり、C って頂点起伏が最小頂点起伏であっても成り立ちます。それを書いたのはこれです。M が G の最大マッチングであり、C が G の最小頂点起伏であっても、この不等式になってしまう。で、これがですね、よくこれ弱相対性、ウィークデュアリティっていうふうに呼ばれる不等式です。で、このウィークデュアリティっていうのが、これが重要な考え方です。重要な考え方です。なんで重要か、今から説明していきます。今ですね、じゃあこのグラフ、書いちゃった。このグラフ、最大マッチの変な数なんでしょうというふうに聞かれたら、まあ、どう考えるか。まあ、アルゴリズムはちょっと置いといて、まあ、仮に、この4つの変からなるマッチングが見つかったとしましょう。頑張って見つけた。そうすると、何がわかるかっていうと、このグラフの最大マッチの変の数は4以上だとわかります。ですか。辺の数が4のマッチングが見つかったら、最大マッチングの辺の数は4以上です。もしかしたら4よりも大きな辺の数を持つマッチングがあるかもしれないですね。だから、辺の数が4のマッチングが見つかったという事実から得られる結論は、最大マッチングの辺の数が4以上であるってことだけです。以上しかわからない。で、今からやりたいのは、これは本当に4に等しいんだよということを証明したい。で、そのためにどうするか。今、このグラフの頂点比を考えます。ですか。で、この黄色い頂点、4つ持っているので、これはこのグラフの頂点比になります。そうすると、先ほどの重要といった不等式から何が分かるかというと、最大マッチングの辺の数が4以下だと思います。いいですか。どのマッチングの辺の数も4以下になって、先ほどの重要っていう不等式から。特に最大マッチングの辺の数は4以下です。いいですか。だから、頂点起伏を見ることによって、この4以下だっていう先ほど欲しかった不等式、先ほど示した不等式と逆の向きの不等式が導きます。そうすると、2つの不等式を組み合わせることによって、2つの不等式が何かというと、前のページでは4以上だと言っていて、今4以下だと言ったので、それを2つ組み合わせると、イコール4だという結論も得られることになるわけです。いいですか。何を言ってるかっていうと、この前のページに書いてあった、このマッチングが最大マッチングであるということの証拠として、頂点起伏が使えるということを今言いました。で、それを使って最大マッチングの変化数が4であるということが証明できます。いいですか。これが重要なポイントです。ちょっとまとめますね。今やったのは何かっていうと、グラフがあって、一つマッチングを見つけたら、そのマッチングの辺以上、最大マッチングの辺の数っていうのは、そのマッチングの辺以上がわかります。一方で、頂点起伏を見つけたら、このグラフの最大マッチングの辺の数っていうのは、その頂点起伏の頂点数以下がわかります。でもし、この二つの数値が一致していれば、そこから、イコール4という結論が導かれる。つまり、頂点起伏を見ることで、最大マッチング、マッチングの最大性が保証できます、ということになるわけです。ですか。だから、これ重要な教訓があって、最大マッチングの変化数何ですかっていうふうに聞いている、この質問の問い方だと、マッチング頑張って見つけましょうっていう発想にしかならないんですね。だけども、このマッチングの変化数最大のものは何ですかっていうことを考えるときには、それと組にして、頂点起伏も考えましょうということになるんです。で、頂点起伏っていうのは、定義上全くマッチングと関係ないような気がするんだけども、先ほどの重要な不等式っていうのは使えるから、それによって、最大マッチング辺の数がこれ以上にはなりませんっていうことが保証できて、こういう証明に使えるということになるわけです。これが重要な視点です。だから、この二つを同時に行ってくださいっていうことなわけです。辺の数、が、K のマッチングが見つかったら、これによって最大マッチングの変化が K以上だとわかります。頂点数 K の頂点比が見つかったら、このことから最大マッチングの変化数は K 以下だとわかりますから、この2つが同時にできれば、そこで最大マッチングの変化数がイコール K であるということが証明できます。これ非常に強いこと言ってます。いいですか。
で、この視点をぜひ身につけて使えるようになってほしいということになります。で、補償的衣服を使うことによって、アルゴリズムを作るっていう発想もあります。まあ、これ、アルゴ、まあ、これ、ひな型ですね。何かっていうと、最大マッチングを出力しようとするときに、同時に最小超低衣服につけましょうということをするわけです。何かというと、この M と C っていうのがあったら、その M と C の要素数が違う限り、このマッチングの方の素数を大きくするか、超低衣服の方の素数を小さくするということを頑張って行います。で、それらが一致したら、先ほどの原理から、これらは最大マッチング、最小超低衣服になりますから、それらを使用するということになります。で、問題は、このどのように大きくするか、どのように小さくするか、っていうこともありますし、これ本当に停止するのかっていうこともあります。停止しないかもしれない。で、そこら辺は、いろいろと問題はあるんですけども、まあ、この考え方は、まあ、ある種使える場合もあります。ので、先ほどの超低衣服の考えから、こういうアルゴリズムっていうのを、思いつくっていう、そういうそのプロセスが大事なわけですね。だから、数理構造がアルゴリズムを導いているんだということになるわけです。いいですか？では、今日のまとめをしていきます。今日はマッチングっていうのの話をしまして、特に、初めの方にあったのは、その最大マッチング、巨大マッチングっていうのは違うんだよっていう話と、この最大マッチングを見つけるっていう時には、下手にやってしまうと、この巨大マッチングしか見つからなくて、最大マッチング見つからないんだけども、最大マッチングを見つけるときには、確認法をまず考えるっていうのは重要で、その確認法の話の重要な概念として、増加度というものと、超低衣服というものを使いました。で、この超低衣服を使うと、この最適性の保証ってのはできますよっていう話が最後にありまして、それぜひ使えるようになってほしいというのが今日の主眼です。主眼の一つですね。はい。で、この弱相対性っていうのはこの最適化の基礎になっていて、まあこれを考えるところからだいたい始まることになります。でですね、今日やったのはマッチングと超低衣服の弱相対性というふうに言われるんですけども、これは、線形計画法の弱相対性と密接に関係しています。もし皆さんがオペレーションのリサーチ基礎っていう授業を取っていたら、この線形計画法の弱相対性っていうのを勉強しているかもしれません。で、実は、今日このマッチングと超低衣服のところでできた重要っていう不等式の証明っていうのは、ほぼこの線形計画法の弱相対性の証明と同じです。あるんだとすると同じだということがわかります。ので、ミサ関係してます。で、もう少しこれ勉強したいっていう人は、後期に、後学期に数字計画法っていう授業がありますので、ぜひそちらの方を受講して深く学んでください。今後の授業、このグラフのネットの授業の中でも、この弱相対性っていうのが何度も出てきます。他の問題で、まあ、どんどん、同じような考えが出てくるということになります。お楽しみにしてください。で、次回は、このマッチングを使ったモデル化の2つの例として、木のパターンマッチング、まあ、特に XML ですね。のパターンマッチングとドナー交換時移植というものの話をします。ので、お楽しみにしてください。では、今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。